クジャクの玉座に座るシャージャハーンクジャクの玉座は、当初ムガル町の玉座として、後にアフシャール朝のナーディルシャーから、パフラビー町のモハンマドレザーシャーに至るイランのシャーたちの玉座として用いられた。クジャクの玉座の名はその背後に描かれた庭のクジャクに由来する。その後は広げられ、全体にサファイア、ルビー、エメラルド、真珠、その他の宝石が、 生命を示す色合いに合わせて散りばめられている。この玉座は17世紀、ムンガル町のシャージャハーンのために制作されたもので、帝とデリーの越見の間に置かれた。シャージャハーンは有名なダイヤモンド、光の山をこの玉座に配した。フランス人宝石商タベルニエは1665年、6フィート4フィートのベッドの形状で、20から25インチの高さの4本の黄金の足で支えられている。 天外を支えるために十二の支柱が横木から伸びている。この大木はルビーとエメラルドを交互に散りばめ、ダイヤモンドと真珠で飾られていた。玉座には全部で百八の大きなルビーと百十六のエメラルドがあったが、後者の多くは傷があるとしている。天外を支える十二の支柱は見事な真珠が列をなしている。食べる家はこの点を最も価値の高い部分であると考えた。 玉座の価格見積もりには、ベルニエの u 4カロルルピーから、タベルニエの u 10クローレルピーまで幅がある。ヒストリーチャンネルによると玉座は、現在10億ドル相当の価値があるという。クジの玉座の前方に座すナーセロッティンシャーアフシャール、朝のナーディルシャーが1738年、ムガル町に侵攻。 1739年のイランへの外戦に際して、ブガル朝のムハンマドシャーから奪った多くの宝石と、共に、クジャクの玉座のオリジナルも持ち去られた。以降、クジャクの玉座は単なる玉座そのものだけでなく、イラン王権そのものを指すことになる。ナーディルシャーが1747年に暗殺されると、それによって起こった混乱の中で、オリジナルのクジャクの玉座は失われた。しかしながら、 後に、イランの玉座は、クジャクの玉座と称されるようになる。形状は大というより、むしろ椅子に似ている。そのような玉座の例の一つが、ナーデルの玉座である。これは1812年、ファトフ・アリーシャーのために製作された。もう一つの例として挙げられるのが1836年製造の、モハンマドシャーのための、これはそのまま、クジャクの玉座と呼ばれた玉座である。 ありがとうございます。